待ってます。うっす国章好き国章が好き国章お好きやいっす国章好きやいっす。それだけの伝統ルールですね。歯食いしばられ殴られるときにパン殴られたら国章お好きやいって言うんですよ。国章お好きやい国章お好きやい国章ってない国章って国って書いて武士の志な。俺は国章だみたいな。国章歯食いしばれいはい国章お好きやいめちゃ番やん。また今日は何ですか。はい高田さん今日は何ですか。本日はですねなんとお前は YouTube 回したらなるのお前もうはい一番面白いとこだったのに。はい今日は何ですか高田さん。本日はなんとですねベンツE350 フルロリング仕様がもれなく1台限定でランクイン。いやこれをなんか売るらしいんだわ。はいで売るんだったらYouTube せっかくだったら聞いてみたらって言って。はいいくらで売れる。そうですね1台限定です。1台限定です。はいなこれ何なのこれ E350 ロリンザってやつ。そうですねロリンザ結構綺麗だぞ。だいぶでも買ってまだ1年ぐらいしか経ってないだろ。買って3ヶ月じゃないですか。3ヶ月でまあまた売るらしいんですよ。はいまあいろいろ事情があって。はいでまあいくらで売れるって言ったの車屋さんが780ぐらいですかね大体って言っとんのって言ってます。でまあお前買ったのは何だろう。買ったのは僕120ぐらいですか。120はい120嘘くせえだろ。120円ニコニコローンですよ。高田さんこれいくらで買ったんですか。120万ニコニコローンですよ。12年払いっす。気持ち悪い。1年10万円っす。1年じゃ3ヶ月しか経ってないんだろ。でもまあ3ヶ月しか経ってない。だけどまあ現金だろ。はい現金です。現金ってか俺に金貸しただろお前。そうですね借りました。借りてないか。借りてないです借りてない。はいでこれをまあ売りに出すっていうでせっかくだで視聴者の人にプレゼントプレゼントだ。いいやいいや。保険とかもちろん解約しなきゃいけないけど、まあアンチメイキングのまあ取りに来れる人限定だよな。まあ取りに来れる人限定ですね。まあ本当今日車仕上がりいいぞ。なんか E350 のアバンギャルドなんで。アバンギャルド。はい。エロいやん名前が。アバンギャルドカウパーニーってやつ。ね走る壊れたりしてない。しないですね。まあ3ヶ月しか乗ってないです。まあせっかくだで、まあさすがに無料はかわいそうでも、まあ70万ぐらいで見んじゃないの。はい。車はもう見たの。車まで見てないです。いくらだいたい780って言ったの 670?780? まあ780って言ったんですけどもともと買っとるところがあるんでそこで全然立ってないんで車でまあ最悪まあ別にまあちょっと引いてタイヤもこれ新品タイヤこれめちゃくちゃいいんですよ。これだけでも高いんですよねこのゴムだけでも。でそういうことこのロリンザのアルミだしな。このアルミロリンザの本物なんで傷とかもないのあんまり目立つ傷とか傷まあちょこっとありますけど最悪これ寺西君に塗装してもらうんでここは結構傷ついてるな。はいだってロリンザとかのアルミなんか結構何十万もするんじゃないの。高いですもう何十万とかですね。5本で4本で20万とかなんか言ってましたよ。まあせっかくだけどさすがに無料プレゼントはきついにしてもまあね、売れる値段ぐらいで買ってくれや。まあそうですね。まあ色がつきゃ美味しいけど。違うんですよ。入札方式ですよ。入札方式。高田さん入札方式って何ですか。入札方式だって言うやねん。こっちもこっちも。で、サンルーフついて。サンルーフついて。サンルーフかムーンルーフ。結構気づいとんなのアルミやな。コストなお前最初は気づいてなかった。いやもう最初から気づいてたんですけど、運転下手くそだったんですよ前回のオーナーが。知り合いじゃないだろ。知り合いじゃないです。もういいじゃんでもお前も綺麗と思うんですよ普通に。マジいいじゃん。まあ最高速が360キロでしたね。ロリンザ仕様のロリンザ仕様なの本物のロリンザ。いやロリンザ仕様です。エンジンかかる。いいねいいね。音が良かったな。音がいい。うわすっごいいい匂いするな。いい匂いしますね。廃屋満タンなんで頭が良くなりそう。頭が良く鍵もなこんなんやし。はい音はいいな。でロリンザ仕様なロリンザ仕様ですね。でも音もいいじゃん。マフラーも全部マフラーだけ書いてある。マフラーも全部ロリンザですねこれ外装したもん。あ全部ロリンザです。なんでその僕の知り合いも言ったのがこんだけもうフルでロリンザの車なんか見たことないです。逆に仕様でロリンザ仕様でこんな全部フルでロリンザ仕様なんだけどロリンザやみたいな。そうですで前だけロリンザとかこの後ろのバンパーだけロリンザとかタイヤだけロリンザとかっていうのは結構あるけど全部が全部このロリンザ仕様っていうのはあ、なかなかないよ。ないって言ってました。はあ。今ならこの僕エネキーもあります。これもつけますんでね。それ入れたいもんね。これエネキー。高田さん、これあったらガソリン入れたいもんね。無料で入れたいもんです。無料で1ヶ月限定。なんと落札してくれた方にはこのエネキーもつけます。全部つけますよ。もうエネキーもなんなら僕の安全帯も積んできます。お前本当につけるの？お前本当につけるの？それからちょっと解約だけしていいですか？クレジットの解約だけしていいですか？これでも100円ぐらいだろ、原価。ジーンとか言ってたらまあどうだろう、こんな動画でまあちょっとね、はい、こんな動画上げんねもあるかもしれないんですけど、まあこれ本当にミッチーが乗ってた車で、はい、まあかっこいいし、まあ買うかは別として、本当まあ半分冗談として、まあこれでクラウンも取ったじゃん、はい、まあへこんだやつねな、はい、ちょうどだってまあこれちょうどいいんかなと思って。まあでも綺麗です。毎日手入れしますもんね。毎日磨いてますもん。毎日仕事終わったら磨いてます。お前嘘つくな。今1時間ぐらいです。お前動画出すんだって綺麗にしろーって俺今1時間ぐらい接種しちゃったよね。まあでもまあいいんじゃない。まあまあウルーランは別として、まあ保険とかああいうの絡みがあるで、まあでも解約しちゃいいのな。まあ解約します。それはまあ本当声かけてもらったら、インスタ、お前の方のインスタでいいんだな。僕の方のインスタでいいです。個人のインスタ持っとるんで、個人の方に送ってくれたら、まあ話まあ早めだよ。行ってもう車に出しとるもんで、まあそれだけちょっと本当にね、まあ今年末で俺も忙しいしこいつも忙しいもん、なかなか動画面白いものちょっと上げれてないんですけど、ぜひ皆さん、またちょっと企画も強いの決まってきたな。また結構決まってますね。うん、強いのも決まってきとるんで、はい、ぜひまたそっちの方も見てください。いくらって言って連絡しようがいいんだろ。まあそうですね。いくら。まあその代わりキャッシュだな。ローンは禁止だよな。はい。うん、そのままスパーンと入れるかもしれないですけどね。ああ、まあ車屋さんに。はい。まあそれもあり得るけどな。まああり得る。あ、車屋さんにも出してもらうんだ。もう出してもらいます。まあ用意ドンですよね。でも動画出た瞬間に用意ドンなんで。あ、車屋に販売してるんだ。そうです。まあ販売はまだしてないんですけど。販売したらその値段でお前がもらえるんだ。あそこから前 10% とか 15% とか 20% 抜かれては抜かれないんですけど、もうそのまあ僕も動画に出すって言ったんで、動画に出して用意どんで、じゃあまあそのまあ僕もいいねが来たらそっちに売るんでっていう話をしてある。いいねが来たんだけど売るんだろう。あ、いや違う、そっちのいいねでいいね、いいねです、いいね、お金の方のいいねでいいね、いいねが来たら売るって。えと思って何言ってんだよこいつって。みんないいねつけるから確かにそうです。そういうことです。はい。またね。また見て。